皆さんこんばんは。本日は神戸港に来ております。今から阪急フェリーの方に大分の方に行ってまいりたいと思います。注意していただきますようお願い申し上げます。読みよい人こんなもんですね。レストランです。ありゃローストビーフ丼おいしそう。おかわり自由っていうところがいいよね。明日から食べれるんで。明日は食べれるの、うん、前なんか食べられへんかったよ。早かったから。あ、今回はあれな、うん、あ、いいですね、いいですね、いいですね。前に食べられるから一応奥行っちゃうから聞いてました。もう中からもう中央の叩き。本日の晩ご飯です。鶏の照り焼きチキン、ライスが小さいです、ね、唐揚げ、ライス、味噌汁、まあこの2点に関してはねおかわり自由なんで目いっぱいしていきたいと思いますね。はい、 OK です。はい、はい、下から上がってくる。教えてやる。すいません、生切れです。おはようございます。7回まで行くんだよ。本日9月に20日です。船の阪急フェリーの中にいます。で、朝食を食べに行きたいと思います。朝食
でーす。ピョン。おはようございます。平常橋みたい。どうやら神戸から奈良に来たようです。小倉駅に止まります。参加者を出てかで降りてください。